こんにちは、市役所です。まず前半はまちづくり協働課の村井さん、そして五箇荘地区まちづくり協議会の西野さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ村井さん、今回は何のお話でしょうか。はい、今回のまちづくりだよりは五箇荘地区まちづくり協議会が開催される9月23日の中山道明かり道についてお知らせします。はい、西野さん、その中山道明かり道ってどんな事業なんでしょうか。はい、中山道明かり道は平成18年の開催から今年で12年目を迎えます。はい、明かり道は五箇荘地区の中山道沿いを手作りのあんどんやろうそくで彩り、幻想的な雰囲気の中でステージショーや食べ物の屋台が並ぶイベントです。はい、この事業の開催には中山道沿線の8つの自治会と町協、各種団体が協力し、事業の資金も主に地元企業の皆さんからの協賛金で運営しています。はい、毎年約6000人もの方が訪れる地域に密着した魅力的なイベントに育っています。はい、もう本当に大人気のイベントですよね。そもそもこの中山道明かり道始めようとされたきっかけって何だったんでしょうか。はい、江戸時代後半から多くの近江商人が五箇荘を拠点に中山道を行き来し、全国で活躍しました。はい、そんな中山道の歴史文化遺産を守りながら、新しい世代がこれからも住みたいと思える町づくりを目指して、五箇荘地区町づくり協議会では当時の中山道のにぎわいの再現を図る中山道明かり道を始めました。はい、特に今年は五箇荘石塚町に一里塚の道標を建てました。うん、中山道には約4キロごとに石里塚という旅人の道しるべがありまして、うん、この五箇荘石塚町にも石塚一里塚がありました。はい、今年その石塚一里塚跡を復元し、明かり道の当日に除幕式を行います。はい、こうさらに歴史に思いを馳せることができそうですよね。さあ、ではイベントの具体的な内容を教えてください。はい、中山道沿線約3キロの8つの自治会が約2500基の創作行灯で街道を彩ります。はい、まず明かり道の幕開けには明かりの元火を宮小町の五箇神社で拝受して、その明かりをパレードしながら8つの自治会につないでいきます。はい、4時からのオープニングパレードは天秤太鼓の触れ太鼓を先頭に、人力車に乗った女神、倉籠には小学生、なしには天秤坊やが乗って賑やかなパレードになります。イベントの幕開けにふさわしい、とても豪華なパレードになりそうですね。そしてその他にも楽しい催しがあるんですよね。はい、夕方5時からはおいしいものを食べ歩きできるうまいもん市が沿線約20カ所に立ちます。はい、また地元特産品や散歩よし商品券などが当たるスタンプラリーも開催します。はい、このスタンプラリーは大変好評でして、昨年は1000通もの応募がありました。すごい。その他にもコンサートやダンスショー、大道芸、ストーンアートの展示、地元みこしの写真展などもあります。はい、特に今年は近江商人博物館と中地友人記念館が夜間無料開館されますので、うん、ぜひこの機会に多くの方にご来場いただきたいと思います。はい、大人気のスタンプラリー、そしてその他にも本当に盛りだくさんですよね。そしてさらに今年新しい取り組みもあるんですよね。はい、五箇荘地区内の3つの幼稚園の5歳児さんにも行灯制作に参加していただきました。思い思いの絵や願い事を書いてもらった行灯を並べますので、ご家族やお友達と見に来ていただけたいと思います。はい、皆さんで作り上げる明かり、とても素敵ですね。はい、お祭り当日の9月23日には小さなお子さんにも明かり道に参加していただいて、楽しい思い出を作ってもらえたらと思います。大きくなっても中山道の思い出とともに、ふるさと五箇荘を大切に思ってもらえることを願っています。ぜひ9月23日は会場にお出かけください。こんにちは、市役所です。前半は中山道明かり道について西野さん、村井さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。